今日は親子で学ぶ最初からスクールをご視聴ありがとうございました。アメリカ大学という芸人の柳原と言います。よろしくお願いします。今日は、実験を見たい、君たちに拝見してもらったい。サッカー講師を務めてくれるですね、J5 の方々をご紹介しましょう。福田正宏さん、岩本、そして平瀬智之さんです。拍手。文学センターがですね、コーチの皆さんにも来ていただいております。頑張ってくださいね。はい。先生、今回取り上げるサッカーのテーマは何でございますか？トラップです。トラップ、はい、またこれ地味な、いや地味じゃないです。結構過去こうバナナシュートを研究したりしましたけど、トラップ、はい、はい、ここがですね、一番くんは大事だ。あのサッカーの場合はボールを蹴るね、はい、止めるトラップですね、はい、あとボールを運ぶドリブルね、ドリブル、この3つが一番重要なんですよ。あら、その中の1つがトラップですから、はい、これ重要です。せっかくね、皆さんおられますから、お手本見せていただきましょうかね。ちょっと浮き玉でいいね、はい、こうね、胸、はい、なるほど、ふう、太もも、ふい、頭、ほう、ほう、ほう、よいしょ、ほい、ほい、はあ、ふう、もうさらにもっとね、華麗な技が見たいよね、見たいよね。今回ね、すごいもん用意したから、まあ、さっきは気になってるウィンウィン言うてる、ウィン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 言ってるやろ、あれがね、スーパートラップマシーンということでね、すごいよ、ちょっと見てもらおうか。はい、来い、おい、おい、今回これを、そうですね、福田さんに、これはね、僕止められますけど、まず若い頃からちょっとやってもらおうかなと思ってますけど、まず平瀬、仙台に長いですから、あのホームですからね。あ、そうですね。これは完全にピタッと止めると思いますよ、胸かどっかでね。ちょっと台本と違うことやめてもらえます？ここは止めれるわけねえだろって書いてますけど、やるんですか？いや、それ芸人の僕の仕事やから、なんでやっちゃうかな。それちゃんと止めてね。さすがに無理でしょ。これなら。え、これなら。なんでこの時に言われてる。いや、もう最高です。今ね、岩本さんの体の動きがちょっと動いてる。よいしょ。ほい。あの勢いで飛んでるボールが、すごいな。あそこでピタッと止まるでしょ。ピタ。よいしょ。ほら。あ。さすがでございますね。もうこれまでした。で、今日なんですけど、はい、これをね、まあ、マスターするためにこの言葉が必要なんですけど、ちょっと見せていただきますでしょうか。今日覚えてほしい科学的な言葉、はい、はい、せーの、そう、力石、力石、力石とか、ね、これはね、力をコントロールする法則だ、ね、と思ってくれてればいいですね、はいはい、ちょっと難しいんだけど、この考え方を理解すれば、はい、メッシのようにトラップ上手になって、なるほど、コントロールできるっていうことなんです。これはいいですね。最初の実験装置でございます。ダカ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 ダーンとザ・フリコトラップ、はい、フリコトラップです。ほう、これ見ながら見てね、右側が、まあ、蹴られた、まあ、渡されたボールだ、左側が、まあ、皆さんだと思う、自分たちと思ってください。今からこのボールね、こうやってこちら側からこう落とすとね、まあ、このボールがパッとここで止まるという、でこのボールが止まりましたね、はい、これでいいじゃない。いや、でも、ちょっと待って、止まっても、この、選手の、そうですね、これ、止めようとしてたこの選手、これ、吹っ飛んだったんですね。吹っ飛んでるんですよ。そんな、これでトラップなんだよね、君たちボール受け止まったら、自分がピューンって飛んでちゃった。そんなサッカーありますか？困る。パスもらうたびに吹っ飛ぶサッカーって。ねえ。まあ、実はこれもね、ほら、同じサッカーボールだったの。ね。同じ質量、同じ質量のものが同じもので、ボーンってぶつかったら、こっちが止まって、こっちが飛んでちゃったってこと。今の、うまくいかなかったところを改善しようと。ザ・フリコトラップ、はて。あら。どういうことかというと、君たちの体重が、まあ、大体平均的なところが大体37キロぐらい。まあまあね、小学生。サッカーボールが390グラム。まあ大体100倍ぐらい違うわけです。でこのボウリングのボールが君たち。ね、で、ここの、まあ、サッカーボールの持ち主はゴルフボールなんだけど、うん、まあ、サッカーボールの模様じゃなくて、サッカーボールだと思って、君たちとサッカー。なるほど。ゴルフボールをサッカーボールと考えるとき、これぐらいの重さになるというふうになります。君たちがね、これぐらい。うん、なる。さあ、パス来た。ね、まあ、君たちは吹っ飛ばなかったけど、ボールがこうやって弾かれちゃったでしょ。はい、弾かれましたね。ここなんだよ。
サッカーボールってぶつかってる瞬間ってね、ギューッと潰れてるわけ。実は今度はこれが弾き返すっていうか、衝撃をこのギューッと押されたら、またふっと戻ろうとする力があるもんだから、うん、体からボーンって弾かれてる。なるほど。サッカーをやってる選手の人たちはね、うん、あることをして、このドーンと弾かない方法を、うん、てか方法があるっていうこと、それをコントロールしてる。本来やったら立ってたままだとドカーンって弾くところを、そのあることをしてるから、はい、ああいう風に素晴らしいトラップができる、はい、ちょっとそのあることを教えてください、はい、なんか出てきましたよ。はい、脚立と机、脚立の上に乗ってもらいます。こう、多分分かると思うけど、この上からね、水虫がバシャンと落とすね、まあバシャンと割れるかな、どうかな。あ、そういうことか。高いとこからですよね。すごい高枝切りバサミもまさかこんな風に使われるとは思ってなかったよ、ね、では落としていただきましょう。こっから落とす、はい、3、2、1、ゴー。うわあ、そこまでガッサ濡れた。まあでもこれ分かってたよね。あの高いとこから落とせば割れるだろうと、まあ、ボールはこうギュッと潰れて跳ね返る。でも水風船の場合はギュッと押されたらバシャッと割れる。だから割れない方法を見つければ、それはボールのギュッと潰れる方法のことを何かその見つける、まあ、緩和する、緩和するっていう方法をここで見つけていこうっていうのをこれから先。いやでもこの高さからな、落としたら大概割れまして。だから割れない方法がある。何、はい、なるほど。このクッション、さあこのクッションの上に水風船を今から落とします。じゃあ割れないと思う人。なるほど。まあでもちょっとやってみましょう。やってみましょう。これでも、わこれだ。もう終わらへんの。さあそれでいくよ。せーの、3、2、早っ。俺のせーのに引っ張られてどうすんの。ほんで割れてもうてるし下で。でも今のね、ここで落ちたのはあれだ。ここでは割れてなかったでしょ。今これ割れなかったんだけど、じゃあなぜ割れなかったんだろう。弾力があったから。弾力。だからそれで。なんか上に上がって、このなんかね、柔らかいって言葉出たんだよね。柔らかい、弾力。そう、その柔らかいってことだけがちょっと不自由。え、違うんですか。どうでしょう、さっきトラック見せていただいたね、重量帯の人たち、どう、ここぷよぷよしてる。まあ、そうか、 J リーグのメミと帯の皆さんのここがこのクッションぐらいぷよぷよしてたら、うん、トラップできるっていう理由ある。ちょっと、はい、された人ぷよぷよしてるわけじゃないでしょ。どうぞ。ねえ、クッションと比べたらね、全然硬いでしょ。じゃあ次この実験ね、これちょっと見て、もっと硬いね、硬い、コンコンコンね。この板の上にちょっとここ置いていただいて、ここにじゃあ一回水風船を。でも予想立てるのにね、どうなると思う。割れる。あ、そうか、予想立てる。これは割れるか、さすがに割れるか、これはな。ゴーですよね。この板の上に落として割れない方法がある。さっきと同じか、はい、ここさっきと同じ板、これ使う。で、このこれを中に置きます。ほう、さあ、これさっきちょっとこの装置の説明ね、ここにはね、スプリング、バネがついてます。これここは硬い、ここの板自体はね。さあ、これみんなどう思いますか。割れちゃうと思う。割れない、割れない。さあ、どうだ。おお、おお、ほら、割れてない。すごいねえ、今どんな動きしたか、当たった時にこれねえ、下に下がった、ギューッと下がったよ、ね、ほうほうほう、ね、だからこの今回のキーワードとしてはね、もうこうやってぶつかり始めるでしょ、うん、でぶつかり止まる、つまり速度がゼロになるまで、ここからここまで時間をかけて止められた。このことはとっても大事だということ。今のキーワードは時間。なるほど、はい、はあ、時間を受け止められると、これがこの力石ということになるわけですね。時間と力のこの関係、これが力石という。その今の装置みたいな動きを、実際体でやっておられると。そうなんです。水風船の動きを人間の動きにちょっと今そこちょっと変えてみようっていう。ほう、ゴー、はい、拍手。拍手の拍手。まあ今さっき、ね、水風船が割れない方法を見つけたと。で、それはその時間をかけて止めるっていうんだけど、今どうだっただろうね、見てた時にボールを止める時にも何もしないでボーンって跳ねちゃうんだけど、とこう膝をひゅっとこう曲げて受け止めてみて、今のトラップちょっとスローモーションでやってもらっていいですか。どんな動きを、こうボールを落ちてきた、ちょっとスローモーションでやってもらっていいですか。ビューッとボール落ちてきました、落ちてきました、はい、ストップ。これです、さっきのちょっと装置の、これですね、今の
なるほど、膝と動きを膝とだからぶつかり始めてから止まるまでゆーっと時間をかけて止めてたっていう、分かってもらえたら、まあ、今度は君たちが実際に今度トラップをするときに、まあ、どんな動きをしたらいいかっていうことなんだけどね、最初は私強くでいいですかね、強くこう投げるとどうなるか、うん、まあ、こうやって戻ってきちゃうよね、端っこはね、まあまあ、これはもうボーッと立ってる状態ですね、力石、ね、お、ここになったらここまで来ないでしょ、うまい、まあ、力石回しね、力石回しね、あ、力石来ない今お前ね、この手の動き、こう板をこうキュッとこう引いてるでしょ、板の引き方をちょっと覚えておいてほしい、さあ、それではしっかりとね、体の動きよく見といてね、じゃあお願いします、よーどん、ちゃんとね、胸の角度を使ってコントロールしてる、ああなるほどね、で膝の、ね、ちょっとかかととかね、よっつけるのあお前、これは素晴らしい、ありがとうございます、拍手、皆さんに頑張っていただきます、チーム対抗力石キャッチゲーム、拍手、じゃあちょっとみんな引く練習、ちょっとパートナーと引く練習してみよう、みんなで持ってみようか、角度も大事だからね、胸トラップをイメージするんやね、せーの、うん、そう協力してね、よーい、よいしょ、せーの、ヒュン、あ、惜しい、せーの、あ、惜しい、せーの、お、うまい、よいしょ、うまい、よー、すごい、もうそのだから、いや、俺やったやろみたいな顔やめてください、よいしょ、せーの、ヒュン、うまい、ほい、ほ、あ、惜しい、せーの、ヒュン、うまい、せーの、ヒュン、よいしょ、どう、うまい、せーの、ほい、ほい、うまい、よいしょ、せーの、ほい、うまい、うまい、来た瞬間引く、うまい、やないかい、引く、うまい、一番うまい今回、よいしょ、せーの、ほい、うまい、さあ、先生、今回いかがでしたか、今日はね、君たちに最初は実験を見てもらって、そして今度は体で体験して、まあ、いろいろ考えてもらったと思うんです、でサッカー選手なんだけど、で体がふやふやっとクッションが柔らかいわけじゃなかったんだよね、体の動きを柔らかくしてるってこと、ね、その時に膝を使ったりかかとを使ったりして、ボールを時間をかけて決めるんだ、でそこが今日の言葉なんだっけ、そこの言葉が関わってきてますよっていうのを覚えたんで、今日はね、これでサッカーはみんな好きだってことが分かったと思うんだけど、科学も好きになってもらえたかな、はい、ね、あ、いや、はい、出てね、嬉しいね、出た本気の笑顔出ましたよ、本当に好きになってもらえたらいいよ、で、科学も好きになればサッカーも上達する、で、科学を好きになって、またいろんなことを勉強してもらえたらと思います、ありがとうございました、ありがとうございましたね、やりこう今日のトラップっていうのは本当にサッカーの中では、一番と言っていいほど重要な部分だと思います、ヒントとなるね、ことを自分の中で吸収できることができたら、すごく大きなことだと思います、本当に今日はいろいろやったんですけど、これ非常に大事なことなので、毎日5分でも10分でも練習すればどんどん上手くなるので、それで自分のものにして、将来はベガータの選手となっていただければありがたいなと思いますので、はい、ボールを止めるっていうのは本当に非常に重要な要素なので、これはさっきサイエンスの方でいろいろ実験をしてくれたよね、ああいうことでなんとなくこう分かったと思うので、そういうことをちょっと意識しながら、ほんのちょっとだけ意識しながらそれを練習したら必ず上手くなると思うんです、でいいところにしっかりボールが止めることができたら、最後の試合もそうだけどたくさんゴールを取ることができると思う、いいプレーがたくさんできて、
で気持ちよく楽しくプレーができるようになると思うんで、楽しくするためにはそういう技術を身につけていくというのが非常に重要なんで、これからもたくさん練習して頑張ってください。